今日は私の誕生日だ。みんなからプレゼントもらえるかな。どんなプレゼントもらえるんだろう。楽しみだむ。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。いつもあるわよ。あれ、なんだかめちゃくちゃ足音が聞こえてきたむ。なんか足音がこっちに近づいてきたむ。わあ、なになになに。どねずこ誕生日おめでとう。おめでとう。ねずこ誕生日おめでとう。おめでとう。あー、みんなありがとう。もしかしてプレゼント用意してくれたの？もちろん。あー、嬉しいわ。早速何か見せて。まずは私から。ねずこちゃん誕生日おめでとう。ありがとうむ、かなおちゃん。毎年毎年祝ってくれて嬉しいむ。私プレゼント用意したの、気に入ってもらえるといいんだけど。じゃじゃーん。うわ、とってもいい香りだむ。私メロンパン初めて焼いたけど結構うまくできたから。ねずこちゃん前メロンパン好きって言ってたでしょ。うん、大好きだむ。だからこれ食べてもらいたいなと思って。はい、プレゼントどうぞ。わー、かなおちゃんありがとうむ。とっても美味しそうだむ。早速食べていいよ。どうぞ、冷めないうちに食べて。やった、いただきますむ。よし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 。あー、美味しかったむ。あ、ねずこちゃん食べるの早いんだね。すごいね。ありがとうむ、とっても美味しかったむ。また作ってほしいむ。あ、よかった、美味しかったんだね。いくらでも作るよ。ねずこ誕生日おめでとう。あ、富岡さんも祝いに来てくれたのね。ありがとうむ。俺からもねずこへの誕生日プレゼントがあるのだが。え、プレゼント持ってきてくれたむ。なになに。このマインクラフトに出てくるキャラクターのおもちゃをプレゼントする。へえ、私マインクラフトっていうゲーム大好きだ。毎日やってる。あ、そうなのか、それはよかった。どうだこの人形、とってもかっこいいだろ。わあ、かっこいいむ、嬉しいむ。ハッピーバースデーねずこ。ありがとうむ。とってもかっこいいむ。あれ、このスティーブダイヤの剣持ってるむ。これって人のこと切れるのかな。ちょっと富岡さんで試してみようかな。えい、いった、いった。何するんだねずこ。あー、ごめんなさい富岡さん。このおもちゃの剣、人は切れるかどうか試してみたくって。まあいい、今日は誕生日だからな、許してやる。ありがとうね、プレゼントありがとう富岡さん。また来年も祝いに来る。ありがとうね。かまど少年の妹、誕生日おめでとう。ああ、煉獄さんも祝いに来てくれたかも。ありがとう、嬉しいね。俺からも誕生日プレゼント用意してあるぞ。絶対気に入るだろう。ああ、用意してくれたの。やったね、なんだろう。俺からのプレゼントはこれだ。はっはっは、俺のシールだ。それはビックリマンチョコの鬼滅の刃バージョンに出てくるシールだむ。ああ、そうだ、とってもかっこいいだろう。ああ、かっこいいむ、嬉しいむ。それずっと欲しかったむ。よかったよかった、このシールを毎日おでこに貼るといい。そしたらいいことが起こるぞ。おでこに貼るむ。さすがにそれはちょっと恥ずかしいむ。おでこに貼るんだ。あ、わかったむ。とにかくありがとうむ。バイバイ。俺様も祝いに来てやったぜ。ああ、イノスキも祝いに来てくれたむ。ありがとうむ。俺からはとっておきの誕生日プレゼント用意してある。世界に一つしかない宝物だぞ。そんなにいいものくれる、嬉しいむ。なんだむ。それはな、いで、この俺様の被り物だ。よいしょ。これって
あもちろんだ。子分の誕生日だからな。親分の俺がとっておきの誕生日プレゼント用意しちゃったぞ。ありがとう分いのすけ。早速かぶってみる分。なんか入らない分。私こんなに頭出なかったっけ。ちっちゃいはずだけど。あー入ったも入ったも。あーいのすけになった気分だ分。ちょっと詳しい、ちょっと詳しい。おおよく似合っているぞねずこ。これからずっとそんな被り物かぶっとけ。寝てる時もお風呂に入ってる時もご飯食べる時も。なんか今負け舌にならなかった。ああそのことはどうでもいいんだ。とにかくずっとそんな被り物つけておけ。分かった。いいな。さすがにずっとつけるのは苦しいもん。ああ俺様からもらったプレゼントだぞ。ずっとつけておけ。じゃあな。うれしい。さすがに息苦しいもん。よいしょ。はあ、外の空気は美味しい。でも、イノスケありがとうね。とっても嬉しい。ねずこさん、誕生日おめでとうございます。ああ、しのぶさんも来てくれたのも嬉しい。私からもとっておきの誕生日プレゼントがありますよ。いいのかも嬉しい。じゃじゃーん。ユニコーンのぬいぐるみです。これクレーンゲームで欲しかったけど取れなかった景品だもん。なんで知ってるの？炭治郎くんから聞いたんですよ。そうだったのか。嬉しいもん。ずっと欲しかったもん。めちゃくちゃ可愛いもん。ありがとうもん、しのぶさん。いえいえ、また来年も誕生日プレゼント送りますね。ありがとう。ねずこ誕生日おめでとう。あお兄ちゃんありがとうだむ。毎年毎年祝ってくれてありがとうむ。ねずこのためにとっておきなプレゼントを用意したんだ。えとっておきなプレゼント、なんだむ。じゃじゃーん。あこれは鬼滅学園に出ているねずこが加えているフランスパンだ。あフランスパン大好きだむ。毎日これを加えて鬼滅学園へ投稿しないと決まらないもん。これがないと始まらないもん。ああ喜んでくれてるみたいだ。よかったよかった。さあどうぞ。あお兄ちゃんありがとうもん。これ大好きなんだもんよね。また鬼滅学園行くときにこれ加えていくもんね。ありがとうもん。うんよかったよかった。他のみんなからはもうプレゼントもらったの？うんみんなからもらえたむ。あ、待って、だけど善逸さんからはもらってないかも。おめでとうの一言もないし。え、なんだっけ、あの善逸が毎年毎年欠かさずプレゼントを持ってきておめでとうは一番最初に言うはずなのに、なんでだろう。何かあったのかな。風邪でもひいちゃったのかな。だろうな、心配だな。もしかしたら何かあったのかも。善逸の家へ迎えに行こう。そうだもんね、行こう。あーどうしよう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 。みずこちゃんへの誕生日プレゼント忘れてた。あー何にしよう何にしよう。今日みずこちゃんの誕生日だよ。みんなはもうプレゼント渡してるのかな。絶対渡してるよ。俺だけだよ一番最後。絶対そうだよ。どうしようどうしよう。こういう時に限って全然アイディアが出てこないんだよな。どうしようどうしよう。あそうだ、女の子たちからねずこちゃんが喜びそうなプレゼント聞けばいいんだ。そうだそうだ、俺って頭いいな。よしそうと決まれば早速女の子たちに聞いていこう。てててててて、あおいちゃん。ん？あ、善逸さん、どうされたんですか？実はね。え？あ、それならあれがいいんじゃないですかね。え、確かにそうかもそうかも。いいねいいね、ありがとう。なんで葵ちゃんと話してるんだもん。なんでだろうな。も
しかして私の誕生日忘れちゃったかも。いや、前日に限ってそれはないでしょ。きっと今は忙しいんだ。してるんだろう、善逸。私の誕生日忘れないでよ。てかなおちゃん、善逸さん、どうしたの。実はね、それなら、あれがいいと思うわ。あ、確かに、あれがいいね。ゴニョ喋ってるもん。あ、本当はカナオと喋ってる。なんかさっきから女の子とばっかり喋ってないかも。まあまあ、いつものことだろう。それにしてもさっきから何ゴニョゴニョ喋ってるんだ。気になるもん。何喋ってるの。ゴニョゴニョ。あ、行っちゃった。追いかけよう。しのぶさん。あら、善逸くん、どうされましたか。実はね、みずこちゃん誕生日プレゼント、ゴニョゴニョ。あー、なるほど。それじゃあ、こういうプレゼントはどうですか。あー、いいね。しのぶさん、ゴニョゴニョ。から女の子とばっか喋ってるな。もしかして善逸、本当にねずこの誕生日を忘れちゃったのか。楽しいむ。善逸さん、私の誕生日忘れないでむ。よし、こうなったらもう俺が話を聞いてくるよ。てパパ、行っちゃった。おい善逸、待って。おい、お兄ちゃん、待ってむ。てまこもちゃん。あれ、善逸くん、どうしたの。実はね、ねずこちゃんの誕生日プレゼントがね。なるほどね。ああ、ねずこちゃんならこういうプレゼントが喜ぶんじゃない。ああ、いいね。ありがとう、まこもちゃん。ゴニョゴニョ。また女の子と話してるわ。今度は向こうと話してる。一体善逸は何をしているんだろう。ゴニョゴニョ。じゃあ善逸さん、ついてきて。ありがとう、まこもちゃん。てあ、善逸、行っちゃったよ。善逸さん、行っちゃったもん。もしかして私をほったらかして他の子とデートしてるってこと。私の誕生日も忘れて他の子とデートして、もう許せないもん。お兄ちゃん、追いかけるもんよ。あー、ねずこ待ってくれ。あー、たくさんねずこちゃんが喜びそうなものが売ってるな。でしょ。どれにしようか迷うな。どれがいいかな。あ、これとかいいかも。どれ。あ、とっても可愛いわね。いいわね。絶対喜ぶわ。ああ、まこもちゃん、ありがとう。まこもちゃんがいなかったら、このお店見つけられてなかったよ。いいのよ。いつもみんなにお世話になってるから。てって。善逸さん。ああ、ねずこちゃん、なんでこんなとこに。善逸さん、何か忘れてないかも。え、な、何って、どういうこと。私の誕生日だむ。ああ、もちろん覚えてるよ。じゃあなんで誕生日おめでとうって言ってくれないむ。なんで今日来てくれなかったむ。それはしかもさっきからこっそり見てたけど、いろんな女の子たちと喋って楽しそうに喋ってたじゃない。しかもまこもちゃんとデートしてるなんて信じられない。ねずこちゃん、落ち着いて。これには訳があるんだ。女の子よ、パチン。うわぁ、痛いよ。ねずこちゃん、落ち着いて。ねずこちゃん、パチン。ほら、
ねずこちゃん、本当に落ち着いて。何よさっきから言い訳なら聞かないわよ。違うんだ、これには訳があるんだ。実は今日、ねずこちゃんの誕生日のプレゼントをすっかり忘れてたんだ。それで？だから手ぶらでおめでとうって言いに行くのもあれだし、何かプレゼントを買おうかと思ったんだけど何にも思いつかなくて。それで？だからねずこちゃんが喜ぶプレゼントを女の子たちに聞いてみたんだ。え、そうだったのかも。そうなんだよ。それでまこもちゃんにも聞いてみたら、ここのお店にはねずこちゃんが喜ぶプレゼントがたくさんあるからって。だから俺プレゼント買ったんだ。え、そうだったの。善一さん、ごめんなさい。もうほっぺいっぱい叩いて。うん、ちょっと痛かったけど、ねずこちゃんなら全然いいよ。私はいなくなった方が良さそうね。ねずこちゃん、ハッピーバースデー。誕生日おめでとう。善一さん、僕からの誕生日プレゼント受け取ってくれ。こちら、じゃん。これは炭治郎のキーホルダーム。そうだよ、ねずこちゃんならこの可愛い炭治郎のキーホルダーを喜ぶかと思って。めちゃくちゃ可愛いム。大好きだム。お兄ちゃんのキーホルダーとっても可愛いム。学校のバッグにつけていくム。ありがとう、善一さん。勘違いしてごめんなさいム。いやいや、僕こそ勘違いさせるような真似しちゃってごめんね。しかも誕生日おめでとうっていうのも遅れちゃったし、ねずこちゃんごめんね。うん、全然いいだむ。ジャッジさんありがとう、大好きだね。あー、ねずこちゃんありがとう、僕も大好きだよ。こうして善一は無事にねずこちゃんへの誕生日プレゼントを買ってあげました。バイバイ。バイバイ。みんな今日は見てくれてありがとう。ありがとね。他にも人形劇の動画を出しているから、そちらも見てね。とっても面白い分よ。絶対に見てね。またね。バイバイ。ポージング姫ちゃん。一人だけポーズが違う姫ちゃんがいるよ。どの姫ちゃんかわかるかな。いくよ、スタート。みんな分かったかな。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン押してね。この動画も見てね。小さい頃の動画も見てね。見てね。チャンネル登録もよろしくね。